日韓アリーナ栃木は栃木県宇都宮市西川でに4丁目にある屋内スポーツ施設。メインアリーナサブアリーナ、屋内水泳場、多目的スタジオトレーニング室などで構成される。栃木県で初めて PFI によって建設された施設であり、株式会社、クリーナとチギが運営する。鉄筋コンクリート作り一部鉄骨作りでメインアリーナ、屋内水泳場。 サブアリーナの三棟が交流の丘を囲むように配置されている。大空間を持つ施設が一箇所に三つも集まった施設は珍しい存在である。また、それぞれ異なる加工式構造を採用している。建物としては地上4階建てであるが、地下にピット階がある。天井、壁などに大谷石木材などの栃木県産材や、 鹿沼組子などの栃木県の伝統工芸品を使用している。外壁は大谷一切屈上をイメージしたもので、突部は日光杉から型取りした木目をつけたプレキャスト板オーブは液体ガラスで保護する加工を施した大谷石である。万が一、大谷石が割れた時に備え、裏側にネットを張り、大谷石部分の直下には植栽を配置して、 人が立ち入らないようにする安全対策を行っている。メインアリーナと屋内水泳場の間の通路は日光杉のルーバーを用いた大火差しがかかる。また、1階のメインコリドはカヌマクミコの幾何学模様から着想し、照明と床面のサインを斜めのライン上に配置した。内部は黒を基調とし、ラチス量構造を採用する。 6人制のバスケットボールバレーボールコート4面分、バドミントンコート20面分の広さがある。観覧席は5040席で、内稼働席は約2000席である。4階に寄品室がある。第77回国民体育大会では、体操競技、バスケットボール、バスケットボールの開催が予定されている。屋内水泳場外観内部は白を基調とし、 ラチス併用バリゲン両構造を採用する。50メートル10レーンプールと25メートル8レーンプールがある。どちらも日本水泳連盟の公認プールである。観覧席は約2000席で、内壇上観覧スペースは約1000席である。引込み台は日本国内ではまだ導入例の少ないシンクロナイズドダイビングに対応した企画である。大成建設入社1年目だった。 松岡広樹がデザインしたもので、現場打ちコンクリートで作った幾何学的な形を特徴とする。陸上練習場のドライランドは完成時点で日本一の規模である。一五一会栃木国体、大会では水泳、水泳の開催が予定されている。サブアリーナ内部平面格子トラス構造を採用する。この格子トラスは日光杉でできている。 6人制のバスケットボールバレーボールコート2面分、バドミントンコート10面分の広さがある。観覧席は約300席である。幼児体育室にはボールプールがある。トレーニング室外観有酸素、マシンエリアウェイトマシンエリアフリーウェイトエリア、コンディショニングエリアストレッチエリアの5つで構成され、車椅子利用者でも利用できるウェイトマシンを設置するなど、 誰もが利用できることを目指している。インフォメーションエリアでは、体力測定等の結果から、各人に適したトレーニングや健康管理法を提案する。栃木県庁は2014年に総合スポーツゾーン全体構想を策定し、栃木県総合運動公園とその周辺を総合スポーツゾーンとし、既存の運動公園を中央エリア。 宇都宮競馬場跡を北エリア、栃木県運転免許試験場跡、栃木県警察機動センター跡を東エリアに区分して、東エリアに新体育館と屋内水泳場を一体的に整備し、2022年開催予定の第77回国民体育大会、第22回全国障害者スポーツ大会に向けた選手育成の拠点とする方向性を示した。栃木県は、 県内初の PFI を導入することを決定し、2016年4月に総合評価一般競争入札による入札広告を行いに事業者が応札した。11月25日に日立キャピタルを筆頭とするグループが292億8342万4728円で落札した。この額は従来通りの施設整備を行った場合に比べて、 およそ21.9%の経費節約になったという2017年4月から2018年5月まで設計を行い6月に着工した2020年9月30日時点で予定通りの進捗率96%であることが公表されたプールの購入を得るには最大4ヶ月を要することから屋内水泳場の建設を先行し この時点までに観光させた。2021年1月に竣工した。2021年3月21日、開館記念式典を挙行。栃木県知事の福田留一ら300人が出席し、式典後には関係者向けの内覧会が開かれた。4月1日に開館し、水泳場やトレーニング室が一般開放された。4月3日に小ラ落としとして、 ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ宇都宮、ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズの試合が行われ、2426人が来場し、ホームのブレックスが88対69で勝利した。ブレックスは、翌4月4日もダイヤモンドドルフィンズに勝利し、B リーグチャンピオンシップ出場権を獲得した。当施設の開館に伴い、 老朽化の進んでいた栃木県体育館は2021年3月31日をもって閉館した。正式名称は栃木県総合運動公園東エリア運動施設であるが、開館当初より施設命名権を導入している。2021年4月1日付で、宇都宮市の産業廃棄物処理業者である株式会社美館が、 年額1300万円で2026年までの5年契約を締結した。命名権パートナーの発表は2020年12月21日に行われ、同時に総合運動公園の武道館の愛称が UK 武道館になることも発表された。日韓アリーナ栃木は PFI を導入した栃木県発の施設であり、施設の設計、建設から維持管理、 運営までを株式会社、グリーナとチギが担う。グリーナとチギは、日立キャピタルを筆頭とし、体制建設、水野、日本水泳振興会、ハリマビステム、環境整備、中村土研、渡辺建設、施設計、安藤設計、大谷石産業、ベルモール、ブレイン、国有北関東販売の14社で構成される、特定目的会社である。このうち、 大谷医師産業、ベルモール、ブレイン、国有北関東販売の4社は協力会社であり、残る10社は出資者である。上記14社のうち、市設計、体制建設、安藤設計が設計共同企業体を結成して、設計を体制建設、中村土建、渡辺建設が特定建設企業体を結成して、思考、水野、日本水泳振興会、 ベルモールが運営共同企業体を結成して管理・運営を行う。ミズノが管理運営を担当する施設の中で、悲観アリーナ栃木は最大規模であり、管理運営以外に館内の備品の納入や防球ネットの設置なども行っている。PFI による施設管理は2036年3月末までの予定である。 総合運動公園東バス停2021年6月1日より共用開始。日韓アリーナ栃木は栃木県総合運動公園の一部であるが、公園自体が広大であり、同じ園内にある関跡スタジアムと、地ぎから歩くと20分かかる人もいる。なお、公園中央エリアとは歩行者用地下通路でつながっており、通路から施設の2階に至るまでの空間に、 緩やかに傾斜する交流の丘を設けている。自動車利用の場合、園内に複数の駐車場があり、駐車場所によっては長距離の徒歩移動を要する。最寄り駅は東武西川田駅で徒歩25分かかる。宇都宮ブレックスの試合開催時には JR 鈴目具駅からシャトルバスが運行され、通常時は鈴目具駅または宇都宮駅西口から、 関東自動車が路線バスを運行しており、総合運動公園東が最寄りのバス停となる。ありがとうございます。